こんにちは、ごまおです。本日はですね、副収入の報告していきたいと思います。2021年10月版ですね。毎月1回報告しているごまおの副収入、どれぐらいね、どんなところからもらえたのかっていうのをね、お話していこうと思います。今月は寂しいの巻ということでね、だんだん副収入下がってきていますけれども、まあ、そこら辺は僕の本業とか子育てとかとの、バランスを見つつね、調整しているっていうことで、副収入に、今はそんなに力入れてないにもかかわらず、これぐらいもらえてますよっていうのをお伝えできればいいかなと思います。この動画のコンセプトは、あなたのお金に関する不安を消したいというごまの思いを具現化しております。バランス知識、生き方、働き方を伝えていきます。僕は副業歴は3年以上ですね。最高副収入の月利で28万円というのを達成したこともあります。YouTuber、ブロガー、ライターとして活躍しています。この動画を見るべき方はね、副業でどの程度稼げるのか知りたいって方に参考になると思います。どの程度のね、期間とか労力とか思いでやってきたかとかね、これから副業始めたら目安が知りたいって方に参考になると思います。この動画作ってるごまはですね、30代の男で、専業主婦の妻がいて子供2人います。地方転勤した中小企業の会社員で年間生活費は300万円ぐらいで暮らしています。うつ病休職中の2018年7月にブログを開始で、副業歴3年以上で、合計100万以上を稼いでますね。ブログ、YouTube、Kindle、ストックコード、アフィリエイト、楽天セールで企業案件などを受けてます。はい。で、2021年の10月の復習にまとめてみました。こんな感じになっております。一応最近は9つの収入源がありまして、この1、2、3、4、5、6、7、8、9ね。この収入源からそれぞれもらっているっていう感じで、10月に関しては5つの項目から、一応、ビビたるものですけど、収入が入ってきましたというところですね。10月は、米国株の配当金がなかった月なんですね。うん。それでも、アドセンスの収入とか、Kindle の売り上げとかが入ってきています。ここら辺がメインになってきて、あとは不定期ですけど、楽天ルームの収入とか、シャッターストックっていう、これ T を受けてるね。シャッターストックね。写真を販売してたりとか、あとコンサルを受けてたりするので、そういうのがちまちまと入ってきて、合計5万6000円ぐらいもらえてますよということですね。月に5万円っていうとね、全然副業やったことない人から見れば、結構すげえなっていうね、レベルだと思いますので、このレベルが、副業最近してないのにもかかわらず、維持できてるっていうのは、そこそこいいのかなと思いますのでね、これの内訳を伝えできればと思います。まず、アドセンス収入からですね、Google アドセンスっていうやつですね。ブログと YouTube 僕メディア運営してまして、その両方に広告収入が入るように設定してあります。ブログだとそのね、アドセンス申請して通らなきゃいけなかったりとか、YouTube だと、チャンネル登録者数が1000人プラス、過去1年間での動画総再生時間が4000時間っていうのを超えないと収入化できないっていう、それなりに厳しい条件なんですけど、ブログだったら100記事ぐらい、YouTube だったら100動画100本ぐらいを出すと大体クリアできると言われていまして、僕も大体そんな感じでクリアできたかなという、ね、感じですね。最初辛いです。最初辛いんですけど、そこを乗り越えると、ある程度、小さい額だとしてもね、ちょこちょこっとお金入ってくるようにはなります。ここまで頑張れると、副業、もうここまで頑張れたら成功かなと僕は思いますけどね。はい。その後は、その頑張れたことを、ね、だんだん、慣れがあるんで、その慣れてくるとね、頑張ることが続けられるんですよね。最初は超大変なんだけど、もう慣れれば、ブログ確認してもね、その記事のテンプレートとかも出てきてくるし、この YouTube だって、僕もこれスライドでやってますけど、このスライドは前回使ったスライドとかを元にして、そこで新情報を追加していってね、書き直せば、ある程度のものはできて、いくので、それを繰り返してるだけなので、自分なりのこの仕事のね、やり方をこうテンプレ化するっていう作業になって、それで、労力を最小限に、
継続収入を得るっていうことができていきますので、ぜひね、それチャレンジしていただきたいと思いますね。Google の巨大な CEO に波乗りできますね。Google 検索とかに引っかかるようになってきますので、YouTube の中で自分の動画を検索してもらったりね、っていうことです。で、ブログも YouTube も僕は毎日投稿やってないです。もう自分のペースでやってます。最初は毎日投稿やってましたけどね。やっぱ最初は毎日、辛いですけどね、毎日やった方がいいと思いますね。はい。で、あと、アドセンスアプリでね、収益とか確認できてたのが今使えなくなっちゃったのがちょっと残念ですけども、だからこれ無理やり引っ張ってきたような、ね、やつでね、見れますけどもね、僕は最大月7万ぐらいはアドセンス収入あったんですけど、まあだいぶ下がっちゃったね。9360円と。来月はちょっと8000円切るかもしれないので、入金されないかもしれないですね。8000円以上ね、月に。収入がないと、入金が次月に持ち越すような仕組みになっているので、ね。まあでも、かといって僕はそんなに今頑張る気がないですね。こっちの副業に出してね。本業の方を頑張ってるので、そっちに、注力してます。で、まあ不安定な収益モデルなんでね、アドセンス収入って、これ依存しないように気をつけてください。他の収入源を作るってことを意識させた方がいいです。で、その時に僕が考えたのは、この Kindle 本を売るっていうスタイルですね。Kindle、Amazon が提供している電子書籍のサービスです。Kindle だったら別に出版社とか契約する必要なく自分の本が出すことができます。Kindle Unlimited っていう読め放題のサービスをね、まあ、読書する方ならこのサービスは大体使っているので、これの読み放題の自分の本を対象にすることで、ページ数によってね、自分のこの本のページ、読まれたページ数分の収益がもらえるっていうね、ところになります。僕の本は、割と安定的な収益をもたらしていまして、コロナ以降需要も多いのかなと思います。で、VYM っていう ETF がね、昔はあんまり認知度が、ね、高くなかったから、この本多分売れてたんですよ。ただ今は結構認知度高くなっちゃって、だんだん多分売れなくなってくると思います。今だったらね、なんかレバナスとか、QYLD だったっけな。とかいう ETF の本でも出した方が多分売れるんでしょうけどね。うん。でも、まあ僕はそこら辺持ってないんで、そこら辺の本を出すことはできないんですけど、やっぱ自分がね、運用してて、自信があるものしかやっぱり文章っていうのは書けないので、僕はこれを書いたことが、まあ転機になったかなと思ってるんですけど、うん、これで結構月に3万とかね、の収入になってるのは結構でかいかなと思ってます。これはね、ぜひ、結構心理的な参入障壁が高いみたいで、Kindle っていうのは。僕はもう別にブログやるのも YouTube やるのもと一緒ぐらいの感覚で、これは誰でもできることだからぜひやった方がいいのに、あんまりやる人少ないですね。うん。まずブログやろう。うんね。まず YouTube やろうと考える方は多いけど、まず Kindle やろうって方はまあ、ほとんどいないので、うん、まあ、Kindle 書けばいいのになって感じがしますけどね。ぜひ Kindle やりたい方はね、まあ、僕のブログ記事とかに YouTube でもやり方書いて、発信しているし、まあ、よくわからないことがあったら、なんかコメント欄とかで質問してもらえれば、別に Kindle の出し方とか、お伝えしてもいいかなと全然思ってるんですけどね。でもなんか Twitter 上で仲良くしている人とか、全然僕に聞いてきますけどね、Kindle 本どうやって出すんですかとかね。で、それを答えてあげると、うん、あの人、書いてるみたいな感じで、しかも俺よりいっぱい書いてるみたいな人もいますし、もうなんか全然、やったらいいんじゃないかなと思いますけどね。で、続きまして、楽天ルームですね。これ僕、最近めっちゃサボってて、全然楽天ルームで紹介してないんですけど、今月入って、10月入った分は、8月の売り上げが10月に入ってくるんですが、これはまあ、ほんとちょっとだけ入っ てましたね。1162円分の、ポイントですけどね、もらいました。そんな感じです。これは744円ね、ですね。で、次、ストックごとの、シャッターストックっていうサービスご存知でしょうか。まあ、ブログで、アイキャッチ画像とか、いい感じのやつを貼りたいなって時に、ストックごとサイトで、買うってことをしてる人結構いまして、うん。で、僕は自分で旅行先とかの写真を、このシャッターストックってサイトにアップしといて、そこから、ダウンロードして買ってもらうっていうサービスですね。まあ、ただ、僕はもうアップロードしてほっとくだけなんでね、不要のブロッシュですね。月に、僕の場合だと月に10ドルぐらいの売り上げがあるのかな。
で、なんかある程度35ドル以上貯まったら自動的に入金されるみたいなシステムなんですけど、それで入金がありましたというのがこれですね。まあ、ペイパルで受け取ってますけど、うん。こんな感じです。で、あとコンサルもやってます。今月は4200円ぐらいの入金がありましたね。概要欄にリンク貼ってますので、受講してみたい方はぜひどうぞ。インデックス投資の始め方マンツーマンレッスンとか、高配当株 ETF の投資の仕方マンツーマンレッスン、楽天ポイントセドルに始め方マンツーマンレッスンやってますのでね、ぜひ。まあ、チャットになりますけどね、ぜひやってみたい方はやってください。そんな感じです。これで、以上5つの収入源から僕は副収入を10月もらいましたと。で、僕の副業のスタンスはだいたい朝やってます。朝5時に起きて、まあ、YouTube 制作してっていうのが基本ですね。で、まあ、すでに Kindle っていう自分の商品があるので、それの宣伝したりしてますね。で、あとは自分に合ったアフィリエイトを絡めさせてますね。証券口座開設のね、楽天証券とか SBI 証券の口座開設してもらったら僕にバックが来るとか、あとはなんか投資の本の書籍の紹介してたりとか、そういうのでアフィリエイトですね。Amazon アサシエイトとか使ったり、ASP ね、使ったりとかですね。で、あとこの YouTube をやってること自体が企業のアピールになりまして、例えばその仮想通貨の話なんかしてると、仮想通貨の取引所さんからお話来て、うちの取引所のサービスの概要を紹介してくれませんかみたいなのが来たら、それに対して、あ、じゃあこんな動画作りますって言って、それで納品したりとかですかね。をしてますね。であとは配当金投資で不労所得を得たりしてますね。最近っていうか、まあ、今年2021年1月に職場を移動してましてね。最初残業多くてできない日が増えたんですよ。副業ができない日がね、増えたんですけど、今は割と残業減ってきて、まあ、副業もできてますが、それでもやっぱり僕は睡眠時間とか確保したり、子供と過ごす時間をもっと多めに取りたいなっていう意欲があるので、副業の時間をまあ少なめですね。前までは毎日副業してたんだけど、副業しない日も作ってます。はい。無理してないですね、今。うん。で、もうそれができるのは今までのね、ストック稼いでくれてる、過去に出した YouTube 動画が回ってくれてたりとか、してくれているので、そんなに無理しなくてもある程度の収入は入ってきているっていう状態ですね。で、近況をまとめると、まあそういう感じで本業に集中モードなんですよね。あと子育ても集中してます。で、転職活動もしてみました。はい。で、まあ、現在の職場に今はね、すごく不満があるってわけじゃないんですよ。まあ、その不満が 100% ないなんてことありえないので、まあ、ちょこちょこはあるけど、それでも、まあ、今の会社いいんじゃないかなと思ってるんだけど、確信がなくて、ちゃんと転職活動してみました。で、他の会社、自分の今のスキルでどれぐらいの収入が狙えて、で、その狙える場所の、環境はどうなの？待遇、例えば、休みはどれぐらい、どんぐらいもらえるのか、土日休めるのか、有給の取り具合は、残業の具合はとか、まあ、いろいろ条件ね、見てみるんですけど、割と現職の待遇の良さを実感してます。はい、今のところ転職できそうなね、ところを見ると今よりもちょっと環境が悪いそうだなって思えるところしかないので今のところね、まあそこはもっと探してますけど、まあ転職エージェントで探させればいいんですけど、うん、まあそこら辺、まあ今のところは現職がいいんじゃないかなってことが実感できました。転職活動したことによってね、これは結構大事な、僕の中で大事な出来事だったんだけど、まあこういうことをしました。はい。だからこれは別に今ね、今の仕事に不満がないって方も転職活動は常にした方がいいと思いますね。なので、まあ、転職エージェントに、まあ、登録して、まあ、ちょっとウェブ面談、今だったらズームとか面談するだけなんで、それでね、自分の、意向を伝えて、まあ、マッチするのがあるんですかっていうのを聞くだけでいいんで、それだけやってみればいいかなというふうに思いますね。これはまあ、両学長とかも言ってる話と同じです。はい。それをまあ自分が実際にやってみたっていうだけの話ですね。はい。あと副業は、まあ YouTube 収益の上昇は狙わないで、まあ自分のペースでやるっていうことですね。
で、あとはコンサルやったりとか別の形の収益源を確保するってこともまあチャレンジはしてますけどね。これまああまりやりすぎもしないで、本業や子育てに支障が出ることはしないでいこうかなと。で、現在、社宅にも住んでますし、貯蓄率は高いので、資産運用をコツコツとやっていって、増やしていきたいと。で、いずれはまあ、ファイヤーとかを狙えるレベルまでいきたいなと。まあ、ファイヤーを実際にするかしないかは、まあ、その時、選択できるような状況になった時に考えればいいので、今は全然できないので、そこは、まあ、そんなに考えすぎてもしょうがないかなとか、いつかできればいいなとは思いますけどね。でも、できるなと思った時に、今の別に会社での仕事がそんなにね、そこまで嫌じゃないんだったら別に続ければいいと思うし、まあ、絶対的な目標じゃなくても、もうまあファイヤーっていうのはまあ念頭に置いた方がいいかなというふうに思います。まあ、流行ってるしね、ファイヤーね。っていう感じです。で、10月の復習にまとめる、もう一回まとめると、こんな感じでした。5万6000円でしたと。まあ、ね、ないよりあった方がいいですよね。毎月5万、プラス5万っていうのはね。で、今、僕の資産のことで、まあ、これは資産報告の動画を別の動画で出してるんで、そっち見てほしいんですけど、2021年10月末の現在で、合計4300万ぐらいの資産になりましたと。これができれば7500万ぐらいまでいけば、ファイヤー、ね、っていう選択肢が見えるかなというような状態ですと。はい、そんな感じでした。で、僕は積み立て投資をしてて、それは SBI 証券の三井住友カードのクリエカ積み立てをやってますよという感じでした。それが最後のお知らせです。はい、こんな感じで僕は副収入を毎月もらってます。お金の知識、どんどん伝えていきますので、これからもこのね、チャンネル応援していただければと思います。グッドボタンとか、チャンネル登録ボタンを押していただければとっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。